朝が来ました<ー>昨夜は誰も死にませんでした<ー> 9番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、占いです。占い使用ランダム1番シロです。お願いします。うん、まあ役に関してはまあ自分がこの位置なんでレノは2周目でもどっちでもいいです。うん、まあ自分基本的に今日釣られない人間だと思っているので。 棋士、うん、に関しては基本的には出てきてほしいなと思ってますが全人がロ出以外ね2、2番目、3、番目も普通に出てきて村の番面思考を詰めてほしいなと思ってますうーん、そんぐらいですかね他特に言うことないのでまあ2周目と明日で新要素頑張って出していけたらなと思ってます のプレイヤーは発言してください,ださいお願いしますキューす9番さん占い師ハートしましたまあ別におかしいことって言ってないんかなって思うけどなんかいろんな盤面を想定してって感じやから別に全然あのー、なんかあこの人心配なとかな別に特段なかったですまあ場面揃って考察しようと思うんですけどまあそのなんかあるかな まあ思ったこと素直に言ったらいいと思ってますね。なんかこう、うん、かな特に言うことないです。まあ盤面揃ったからでいいと思う、ほんと。うん。ですね。はい。以上でございます。回します。2> 2番のプレイヤーはい。占い師でした。5番白です。なので9番が人外です。5番が白。 1まあ一番は、えー、と全部盤面が揃ってからっていう話なんですけど、まあ、それを言ってしまったらこのゲーム終わってしまうんでね、1周目が簡単に、はい。盤面が揃うまではじゃあ考察しませんっていう風になっちゃうので、めちゃくちゃ印象が悪いなっていう風に思ってますが、9番の相方かどうかは分かんないですかね。はいまあ、少なくとも9番さんは、えー、と今日の2週目か明日かに、えー、と自分の新用像を落としていくっていう発言をしてるので、きっと噛まれないんでしょう。はい なので狼っぽいからっていうふうに思いますかね。狂人であんまり出てこないからこのセリフっていうふうに思っちゃいました。はい。暗いですかね。5番白です、5番白。3番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。うん、まあ、占い、方白、占いっていう状況を見て、うん、まあ僕は Q が狼っぽいなとは思わなかったですけどね。あまり芯を取ろうっていう気概を感じなかったし、 うーんかといって、すげえ新っぽいなーっていう、まあパッションも感じなかったっていう感じかな。まあそうすると狂人かーって思うんだけれども、僕らはどっちかっていうと、まあスライドするーのかなーとかっていう風に見ちゃったかなって思ってます。まあそれぐらい9から、まあ着替えは感じなかったかなって思ってるから、2が言っている狼っぽいなーっていう要素を、えっと噛まれないだけで取るっていうのは若干無理があるんじゃないって思って聞いてました。まあだから2が、 偽っぽいなぁとは思わないけど、まあ目線がおかしいかなって思いました。えっ、ー、と一については、えー、まあ二周目かなぁと思ってますけれども、うーん、まあ、えー、白理由黒理由を聞いてからかなと思ってます。以上。四番のプレイヤーは発言してください。はい。九番が礼能であれば、ワンしか出てないけど、目線がおかしいとこで二番の対抗も考えてるところですかね。 バンが偽っぽくて対抗が出てきて急な霊能ってことなんですかね。ただ単に現時点での話と言ってんのがね。の意見を。いや進化でいいかわかんないけど。はい。霊能なんですかわかんないですよ。占い師じゃないですか占い師の話をしてるんだから。はい。私は釣られないって言ってたけど、半信用だったら釣られることありますけどね。うん。あと212番目。 これも釣られることありますけど、全人外とか、あるけど、なぁと思ったぐらいです。はい。えの上を、いや、俺もう占いだと思いますよ。占い自称者じゃないですか、9番って。はい。5番のプレイヤーは発言してくださはい、いおはようございます。はい、塩なしです。えー、っとね、まあ2番さん大体言ってくれたんですけど、あの、9番さんって、えー 新要素を出すまあこれね、俺の主観なのかもしんないんですけど、その新要素を出すっていう表現より、真の占い師だったら人狼を探すっていう風な表現になるのが筋なんじゃないかなっていうのは9番さんに対して思った。でまあ1番は別に何も印象なかったんで、まあ2周目って感じ。で3番の位置で9番のスらを促すっていうか、すらを疑う。 っっていうところがあんんまり分かんなかなた3番ロージックで置いた時に、えー、92のセーサーで9が絶対負けるっていうのを分かった上で9番にすらをすらしてほしいのかなっていう感じにも1周目の段階では、えーえー、聞こえちゃったな、まあ、4番もそこつついてたっていうところではまだ考え方っていうのは一緒なのかなっていうのが4番に対して感じました 2週目頑張ります6番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、まあ、そうですね5番さんのマス、まあ、イさんの印象がよく、まあ、4番さんの言ってることもまあ最もかなって感じですね、まあ、9番って、まあ、2日目からシーン取っていけばいいって釣られる盤面もあるから、まあ、初日からちゃんと発言していかないと、まあ、全然釣られるよって 僕は思ったので、まあ、4番さんのそこの指摘も良かったかなと、まあ、グレータは思ってます。まあ、3番目線で俺ちょっとすらが見えたみたいなね、理由がよく分からなかった、どういうふうな観点なのかなと思ったぐらいですかね。まあ、そんなところ、一番ちょっと印象はあまり僕にはなかったですね。2周目って言って早く切った人物のように思ってるって感じですね。 7番のプレイヤーは発言してください。さいお願いししますグラビ陣営でした僕目線なんですけど、僕が感じたことって、まあ、9番さんの発言が結構みんな話題になってるんですけど、なんかあの発言をしたときに、9番が占い師のカードを持ってるか持ってないかってやると、まあ持ってたら占い師なんですけど、持ってなかったとしたら、俺なんかあまり人類より強人っぽいなと思うんですよね。 別になんか、シン取る気でもないし、一周目。なんか、一周目を映られないかなって言ってる視点が、なんかあまり、まあ、真、ま、か、あ、強人っぽいな。うらないしだったらうらないしなんじゃないうらないし。まあ、番かな四番がなんか新郎行ってたって言ってたけど、なんか僕はそこは合わなかったなっていう印象でした。でも別に四番さんも、その四番さんか見る視点 まあ別になんかおかしいところがない単純になんか意見とかの,その見方の視点の違いなのかなぐらいでは思っています。あ、俺じゃないじゃない ?5 番か俺は主要な人が言ったっけはい、よろしくお願いします。私も主要ありません。なのでまあ、9番の位置で何かしら動きがあるのかなって感じですかね。現状で言うと、えっと、3番さんが指摘したまあ、9番がすらをするんじゃないか。まあ、これは 考え方なんで、私はそこまで思ってなかったけど、まあ同意してもいい。でそれに対して5番と6番の反応、まあ5番が行って6番が同調、えー、したのはなんかあんまり微妙かなと思ってるのが、えっと、9番にすらすろっていうふうに3番が促したっていう視点なんだけど、基本的になんだろうな、えっと、9番の逃げ先ってスムラじゃなくて、霊能とかになるから、 あんまり意味ないと思うんでね、すらさせたところで。だからなんかあんまり5番と6番の論があんまりしっくりきないんで、グレーだとまあ5番、6番、まあ、5番は片足だけよね。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。え、例能っていないのこれ。俺、例能じゃないけど、普通に占いなんですけど。あれ、出てないよね。あ、7例の、例能最悪。 えっとね、わかりました。あの、基本的にまあ2番の対抗の話から、あの、要素っていう要素を持ってきて対抗に殴ってきてるから、2番も狼っぽいなと思ってました。うんと5番と6番の言ってることが変だと思ってて、じゃあ5番の言うように、あ、5番がね、9番に対して、んなんだっけ 新要素を上げていくじゃなくて、人狼を探せばいいっていうのは、じゃあ俺が占いで個ここ人狼、個ここ人狼って言っても、俺偽やと思われたら意味はなくないって思っているので、なんか論が破綻してると思ってます。えっ、ー、と、5番が3番に言ってたら、じゃあ9番が霊能、3番九9番に霊能すらするんじゃないかって言った時って、3番っておそらく2級が心境で出て,てて、3番の後ろから3、4名出てくる。 可能性が高く、2と9だったら9の方が偽っぽいから、なんか22番目を使わせに行くとか、そういう炎が濃いんじゃないかなと思ってるから、それで9番が偽に見えてて、3番も怪しく39とか追ってるのは5番おかしいと思ってます。うーん。まだわかんないけど、基本的に今日釣り位置は4か6かなと思ってます。 4は単純に浮き位置になっている感があります。6番に関しては5番の追従をしているのでかなり怪しいなと思っています。基本は6ついたい。うん、なんか微妙ですね、流れが。流れっていうか考察の仕方がなんか9番さん微妙やな。なんか落ち着いてる印象を感じるんですけど、5番さんのそのさ、 3級で上げたのっていうのが、違和感に感じてたら5、5番さんでよくねダメダメなそれを46で、なんで46になったんですかで、4の、えっ、ー、と、怪しい要素を今パッと言って、5番さんに触れて、で、6を本当は釣りたいんだけどね。なんか流れがおかしいな。うーん。4、5、6のばあの、ところでいいと思ってて、別に3番さんがおか、えっ、ー、と、落としたことって、別に3級にはなり得ないから、5番さんちま。 マジでおかしいと思うんですよ。で、狂人かもしれないっていう目線ないですか変な LINE、ライン作ってきてる。あ,あ、9番さんって5番さん占いたくないと思うんですよね。思う、思うよ。5番さん偽なんか、あ,あ、5番さん偽やね。9番さん偽なんかなうーん、結構ちょっと考察の仕方がちょっと怪しかったですね。うーん、4、5、6でいいと思ってる。うーん、5、うーん、かな で、えー、っと、これが占い宗教なのかっていうのが分かんなくて、まあ、占い宗教も全然あると思いますよ。やったかいって3番さんってちょっと怪しいかなとは思ってるんですけど、9番さんの例の、そこで例のを得るんやなっていう感じで、私にも目線はその目線なかったんで、で、8番さんからは特段別にって感じかな。8番さんは6番さんに使ってたよね。56番は番おかしいって言ってたんですよね、確か。それおかしくはないと思うんで、うん。 4,5,6,4番さんごめんね。それはなんで入れたかっていうと、9番さんが狼やった場合っていうのは、4、6結びつけてるのが、ちょっと相方があるかもしれないっていう考察で4、4,5,6で上げさせていただいてます。私はね。はい。怪しいところに行きます。その中の3人の二 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ、1番さんにはな,なんでなんでっていうふうにずっと。 なんならちょっと声に出ちゃってましたがね、はい、まあ9番さんが偽っぽいなっていうふうに感じてもらう分には別にいいんですよけどそうした場合2番が真に見えてくるじゃないですか9番が偽っぽく映れば映るほどそうすると2番の白先は5番なんですよねで4番と6番と同じテーブルに立ってる5番はどうなんでしょうねっていう話ですかねだから1番さんがめちゃくちゃ人外に見えてますね今はい そのテーブルに、だから9番に本当に偽っぽいって感情を抱いてないんだろうなっていうふうに思います。口で言ってるだけ。9番が偽っぽくなればなるほど僕が死んだので。9、は、番、いえっと、が、えっと、一番最初に7番さんから霊能が出て悔しそうだったんですよ。わかりますあの感情が何なのかわかんないんですけど、多分九9番を7番を釣りたかった そうすると7番さんってまあ4番さんの話しかほぼしてないっていう状況だったのでだから単純に考えれば4級とかあるのかなってまあ1番さんが陣外に見えてるんですけど9番から引っ張ると,えっと4番さんからってごめんね4番さんなんか雑雑に <laughs> 当たり散らかしてるような感じになってたら申し訳ないですけど9番から引っ張るとめちゃくちゃそう見えるかな7番が邪魔でしかなかったんだろうなっていうふうに思います、は。い でまあ、5番、6番さんが、えっと、まあ3番さんには純粋にあれ、すらするってどこで思ったのかがめちゃくちゃ疑問なんですけど、す、ま、ら、あ、しなさいよっていうふうに言ってるようには聞こえなかったですね、はい。だとしたら別にわざわざ言葉にしなくていいかなっていうふうに思いますかね。はい、現状、だから 9,、えっと、9番軸で引っ張るっは何かしらあったんだと思いますよ、はい、3番のプレイヤーは発言してください。 はい、発言します。まあ、直近の今の2番の話は、うん、なんか微妙だなぁと思って聞いてました。えっと、Q、自身が言っていた7から霊能が出てきて微妙だなって思ったのは多分9自身が7を白一として捉えていたから、7が霊能で一格した段階で、えっと、白いが一が1個潰れたってことだから、えっと、Q、自身は残念だったんじゃないかなぁと思って僕は聞いていました。 で、えっ、ー、と、仮に9狼でおいたときに1を、えっ、ー、と、人外で見た場合に、えっ、ー、と、91狼で取ったときに、えっ、ー、と、1からのヘイトが456に飛ぶっていうのはうん、僕はかなり弱い狼かなと思って切ったから、2の、えー、と指摘っていうのは、あまり当たってないんじゃないかなと思いましたっていうぐらいかな。で、なおかつ、えっ、ー、と、4への言及に関して、49狼で僕自身が、えっ、ー、と、これは、 3級で追ってる人見たけれども、3級狼もしくは、えー、っと、まあ、一番さん言ってたのか、えー、っと、旧強靭で追った時に、僕を狼軸で発生した時に、後半に狼がいるっていう状況で、9に、えー、っと霊能すらを促すっていうのは、やりたくてもできないかなと僕は思いますけどね、狼だとしても。まあ、もちろん、9自身が強靭、えー、要素っていうのは100%取れなかったし、そこに対して、えー、言及することはできないから、まあ、それはないかなと思って はい、だからまあ2週目、4に関しては正直僕への言及と,えっと9と2の、えっと占い2発と片白の1だけの話だから考察を聞いてもらえないと4に関しては分かんないかなと思ってるただ今、直近の2級の話を聞いた時は僕は9の方が分があるかなと思いましたっていうぐらいですね、えー、まあ8に関しては正直落ち度はないかなと思ってるけれどもまあ位置的にまとめ値になってるからえっと2週目の考察は聞こうかなって思ってます。えーっと まあ、そんなとこですね。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、3の人は話を聞くって言ってて、釣り特に上げてない人とかはマイナスな気がするけど、霊能次第だと思いますよ。まあ、6か8ってことになりますけど、特に黒い要素上げられるわけじゃないけど、まあ、か考え方がなんか違うような感じなんだけど、3は霊能が、 ええすらを追っている人外もいるって思ってたら3を含めればいいけど。そうじゃなければお、もうまあ仮で白で置いといて、まあ468、まあ私は白なんですけど、ね、だから68っていうことなんですけど。一の言う5番の話は9って占えば良くないですかむしろ片城釣り、相手の片城釣りますって言ってる占い師の方って怪しくなるんでね。うん。はい。 6、8ですね、モーガイ軍は。はい、5番のプレイヤーは発言してください。さいですえー、っと、とりあえず3番さんはのどこで9番のスラーを見たのかが見たのかっていう説明をちゃんとしてほしかったですね。じゃないと、うん3番に対しての精査がつけれないですねって感じ。だから。うーん そうだとりあえず、えっと、1番さんに言いたいんだけど1番さんって、えっと、2級を新教で見た時に3が臭くなるって言ってたんだけどだったらさ、えー、2級が新教で、まあ、俺って3番が9番に対して2級精査した時に9番の方が絶対分があるから3老軸で置いた時に、まあ、9番っていうところにスラをしてほしかったのかなっていうふうに思ったっていうところで1番と思考は似てるんじゃないかなって俺は思った 1>, たんだよね、1番に対して。でも1番っていうのは4、5、6っていう風なランテージをしてきた人物だからちょっと分かんない。で1番っていうところまあ俺の主観だと思うんだけどやっぱ9番のあそこに続けなかったっていうのは一視点で結構臭いなっていうのはあった。2周目で1番1番が黒く感じたかな。1、3、4だと。 で3番はその9番に対してどの発言すらを疑うってことは9番から人害じゃない要素を拾えたっていうことだからその要素っていうのを説明してほしかった、うん、6番のプレイヤーは発言してくださいはいまあ占いの審議だと俺はねあの2番の方がちょっと偽っぽく思えてて。 1>, なんか1番の9番の触れ方は、まあ、1番って9番って、そういうふうになるって言って、だから俺、あんまり1級にも見えんく、で、4番って1周目、9番の発言の、まあ、ところを拾っててね、まあ、つられるやんって、つられる可能性もあるのに、まあ、俺はそこはまあ評価よかったんやけど、あんまり4級にも俺、あんま見えないんですよ。で、2番が一番つながる時は4って言った理論が、まあ、俺はよく分からなくて。 まあなんか2番と繋がるんやったら、5番か8番かなと思ってるぐらいですかね。はい。あんま9番と繋がる、まあ、新郎過程においてね、新京やったらちょっとわかんないけど。新郎とおいだときは、あんま9番とは1番、4番は繋がらへんし、別に3番の考察の2周目は特に違和感がなく。まあ、3位置上げなかったって4番言ってるけど、な,なので、まあ、なんか俺、正徴的には申し訳ないけど、8番にはなってくるかな。だからか俺、目線向けられたとかじゃなく、 まあそれか5番いけるんやったら5番でもいいかなって思ってるぐらいですかね。はい。だから1番がやったら5番、あ5番が一応やったら1番だけ矢印向けてたなって思ってたし、4番っていうのも特に俺は精査あんまりしてなかったと思うよ。結論なんで6、8になったかもわからんし、3番目線でなんか3番が抜けてたのもよくわからん。なんで4番で3番弾かれたのもわからんけど、 占いの診療過程でおいたら、なんか8番がつながるんかな、と思うった。うん、かなか ?4 番は特に理由もなく言ってたから。まあ難しいですね、別に。変、えー、やったら4番。なんかつながりちゃった8番って感じ、僕は。7番。のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちょっと一人だけ正体やかさせてください。えー、っと。 まあこれは2番さんの占い視点も背負めるためでもあるんですけど1番さんは棋士ありますかなかったらそのままでいいです棋士あるんだったら棋士使用すればいいだけです特にないってことでいいですかねチャットもなしってことは多分特に住む村ですよって言ってることだと思うんで多分そういうことだと思いますはいえっと今回詰めるのは僕は1番さんにします なんで片城なのになんで詰めるのって理がないじゃんって思うかもしれないんですけどあのー、9番さんってこれは3番さん俺は受け取った通りだと思うんですよ多分9番さん視点は多分俺があのー、なんだろう<ー>なんかはじく位置多分,多分、まあ、印象いいって俺は捉えたんですよねだからその一番さんの捉え方もえ違うし 9番さんが占い師であれば5番さんは怪勝していて何としておると思うし9番さんが占い師のカ顔は本別に占いいいだけなので9番さんして5番が優勝してるのは何も美しくないだから1番さんが2番さんが5番の形で1番さん5番さんなんで釣らないのって言うけど釣れないと思いますよ普通に考えてだからこれは9番さんの新規やとかじゃなくて多分1番さんは多分俺は 黒は見れない、うん。ちょっと薄いかなと思うんですけど、一番さんが強人っぽい動きをしてる可能性が高いので、一番さん釣りたいのを。で、その隣に2番さんが、一番さんのこと疑って、一番さんが、なんか白出しそうな気がするんで、一番さん今回釣る。はい。この理由で一番さん釣ります。だから、はい。一番さんをちょっと炙り出しました。はい。今回は一番一方指定します。はい。釣らさないでください。8番。 これが本当に正しいのかな発言してください。はい、お願いします。じゃあ、1番3に行くとして。うーん、そうですね。まあ、6番3に一応伝えておくと、えっと、6番視点で、えっと、9番と2番で、まあ、そこまで差がつくかと思ったけど、まあ、ほぼ2番、ロー軸の、あの、推理しかしていなくて、2番につながる位置が3番と4番がなくて、えー、2番5番、もしくは2番8番。 実施点から一応返しておくと2八ローロだった場合って基本的に2番が5番に白出していて9番の占いが明日5番に飛んで5番が白になる可能性があるから8番はあんまり5番を殴る必要はないよねってことだけ伝えとこうかな。2八ローロだった場合に5番と6番がおかしいって言って今日ほぼほぼ多分釣れないであろう5番に結果を売り明日もしかしたら隠しろになる5番にそんな喧嘩を売りに行かないです 投票を始めてください。ありえんオラじゃないべ一番釣りは正しいかもしれないけど美しくないよ。なんで一番に行けんのまあ、士とかかもしれないけど、まあ村がいいんじゃない自分で。俺は正しさ。しさ一番のプレイヤーが選ばれました。美し,美しさがそこにない。 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。ください4番さん村でしょ。ちょっとこのレ能ノの7番さん、ちょっと本当に本当に笑,笑いが出る、マジで笑いが出る。あの、形をたたくからって絶対強靭じゃないでしょ。えー、なんでごめん、さんどうですか意思あぶり出せばよくないいよね。わかんないけど。 同時にあぶしてる強靭なのに、私、本当、無駄なんですよ。5番さんの偽の精査が2周目なんか、そんなに1番が黒くないっていうのを見抜いてて、1度5の思考ってちょっと似てるんじゃないっていうところで、私の叩きをちょっと飲み込んでる5番さんって狩人なんかなと思ったんよ。でも、多分2番さんが偽ですね。 2番さんって、なんか1が、えっ、ー、と、ごえー、僕の白先5番で、5で黒が釣れると思ってるんですか的なこと言ってるけど、5って、えっ、ー、と、2番さん目線、5が白でもマックス強あるんですよ。それを追ってないの、ちゃんちゃらおかしいんで、2が偽。それで1を黒く見るとか、めちゃくちゃ安直すぎるし、8番さんが、えっ、ー、と、28やった場合、5番さんに平等を向けないですって、め、め、全然論がなってないんで、いや、28やったらそれあるやろ。 って感じなんで、6番さんに言ってることも、6番さんが村やったら、えって感じだと思う。うん。で、6番さん狼やった場合って、8に平等向けなくていいよ、いいと思うよね、後方に今。なんとなくやけど。わからん。私の推理は間違ってるかもしれんけど、普通に28なんじゃないえー、っと、じゃあ、ええー、と、9番さん形の占いいらないっすね。9が、しなんか偽なんかわからんけど、統一で1釣ったんやから、8占いしてもらっていいっすか 爬虫占いケー、OK、ですかこれずらした方、人外で奈良さん見てほしいですね本当に、マジで2級は爬虫占い1を釣ったんだから私、村ですマジで頑張ってください奈良さん、冷能で全然…夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜死んだのは9番2番のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださいはい9番が噛まれたほう ってことは、じゃあ一番の色は白っすね。はい。なるほど。9番強人だったパターンがみせんやろう。まあ、僕釣りになるパターンっすね。 ま9四郎朗じゃなかったんで、まあ昨日、昨日の単体で残り拾えば6番かなっていう風に思いますかね、はい。で、えっともう、このタイミングで、まあ僕、陣外じゃないんですけど、陣外から黒塗られることもないんで、もうグレー狭めて、グレーで共闘してください、みんなで。はい、今ですよ、岸が出るのは。今しかない。 まあ6番の怪しい要素はあの遺言で言いますね、はい。今日6番がどんな反応するのかも聞きたいので。お主かお主なのかなんだそれ。え、ね、どういうこと9番, ?9 番狂人で。ってことは3番さんが狼オカミですね。はい。 3番オオカミの6番か8番に相方がいるパターンですね。なるほど。じゃあそれを聞いて、頑張りますかね。いや、どっちだろう。まあいいや、遺言で考察しますわ。6番、3番、さじゃあオオカミじゃん。3番さん。3番さんオオカミでしょ。3番のプレイヤーは発言してください。 はい、発言します。2番さん気づくの遅いですね。ス <laughs> ッとそれ出てこないときついかなと僕は思いますよ。まず2番さん目線、9番の地紙を追わないんであれば、9が狂人であり、僕が狼。で、なおかつ6、8どちらかに一郎が走ってるのが、スッと出てこないのが2番さんの偽要素ね。で、9番さん自身の地紙を追っていないっていうのを発言を最初にしていたから、えっ、ー、と2番さん自身は僕が格狼になるから、えっ、ー、と、それが出ない時点で2番さんは偽ですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあ番。 話しておこうか、えー、と僕が取った要素っていうのは9番、まあ、ーーさん噛まれたから、まあ、これ、芯なんだろうけれども、9、え、番、ー、ーーさん自身の発言でトップバッターで占い CO からの、えー、と2周目に新要素を取ります、で、霊能に関しては僕の位置で出てくれればいいですっていう要素から、僕は、えー、3CO も狙った霊能、えー、もあるんかなと思った。ましてや えと今日釣られないということを言っていたから、まあ、うんまあ、これは4が言ってた通おり、えー、と3 c 用ないしは、えー、212フン面であれば占いも釣られるってことはあるから、えーとまあ、発言にまあここは矛盾があったかなと思ってそれを言いました。ただ、えー、と結論間違っていたから、それについてまあ時間を割く必要はないかなと思って、昨日は話しませんでした、ねえー。まあ、完全にもう、えー、そうだな。うん 棋、まあ、士に関しては正直わかんないなっていうところですね。ただ、えーと、狼が走ってるっていう状況だから、6と8の精査に関しては、7守りだから7が落ちる、7が落ちる状況で、まあ、僕からしたら、6、8の精査はもう、えーと、この後の発言を聞くけれども、4、5、どちら、 まあそオオカミの68どっちがオオカミっていうのもあるか。まあ2の遺言を聞いて考えます。まあ今日は 2, 2投票、2投票い,いったいかなと思ってますね。まあ、述べた通り2の2手予は伸びなかった通り。4番のプレイヤーは発言してください。はい。2番いきますね。はい。まあ、68の欄で棋士出した方が良かったかもしれないですけど、まあいいんじゃないですか。1番を。 狂人として落とすのよくわかんないんで、2番が占わなきゃいいだけじゃないですか。うん、はい。まあ、グレーで、わかんないですよ、騎士だったかもしんないけど、2V 字で。火でいいじゃんって言ったから、8番投票しました。火でいいじゃんって、9番がまず真なのかによって変わるし、狂人するゲームじゃないんで、 えー、グレーの643の中を映るべきだったと思いますよ。霊能に従わないでと思っただけです。ただ分かんないです、6と8の仕は。公表した理由だけなんで、6と8はもう一回考えないといけないと思いますが、2番をわずるんですけど、まあ、まあ、負けるでしょうね、このゲーム。5番のプレイヤーは発言してください。さいえー、4番、 3に対しての精査欲しかったなぁ。うーん、今日につり、りあの俺が白だから言うんだけど、2級って新郎じゃないと確定じゃないんだよね。うーん、多分、村視点で考えても、2番って結構、芯で見てる人が多かったと思うから、相手9番噛んだんじゃないかなって、俺、9で強陣落ちてると思ってるんだけど。 え、2番吊る必要あんのかなもう怖いか決め打つの。え、どうまあそこは例のり任せるんだけど、そうだな。まあ3番に対しても結果的に話聞いたけど分かんなかったっていう印象しかないし、4番も3番に触れてないっていうところで、うん。分かんな、ね、い。で、6、8も分からん。<laughs> まあ1な。 まあもう、釣ってしまったことは仕方ないから、切り替えていくしかないんだけど。だろうな。えー、っとね、感覚的なものになるんだけど、4番3っていうのは、あんまりその、危機感を感じてなかったっていうのはあった。で、2を釣るって言ってるん、3って、9が噛まれたから2を釣るっていう思考になったのかなっていう感じがしたから。 うーん分からんなじゃあとレに任せるわ6番のプレイヤーは発言してください,ださいまあ5番に言っとくとまあ9強で日清とくんやったらあの占い予感で8番狼ってちゃんとたどり着いてほしいかなと思いますはい俺は別になんか2級のでなんか「新強」で例えばが「新」で3八いとかね なか俺そんな可能性あんなあまってなく俺は3対3番にあんまり違和感を拾ってなく。で、まあ2が偽って言ってたでしょ。9は1と、俺4はつながらないと思ってるから。絶対1と、まあ、特に4は、ね、つながらない。なので2番がつながる1は5、8って落としてて。多分俺ね、2、8、ローも全然あると思ってて、多分この盤面か、まあ、俺が出た時に8番が出ないと、多分オートで結構ね、4番も8番あの疑ってるし、9番紙ってことは、 8番が疑われちになるでしょだから8番が出てないと結構きつい盤面やなと思ってるから多分強人残りにかけての多分8番出てると思うから俺ら2番行って8番行ってもらったらいいしまあ7番が68でかけるんやったら俺も,もちろん8番行くけど多分9が真で1は普通に落ちてる村でで多分2番が狼8番につながるかなと思ってる。 強、まあ、人で8番があんま出る意味は俺ないかなと思ってて。俺はグッジョブを起こせなかったので、まあ、9番守りと実は迷ったんですけどね。まあ、出るつもりでいたけど、2番の発言を聞いて出たかって、2番が6番怪しんでるんやったら、まあ、シーンやったらと思って一応出たけど、まあ、その時の発言を聞きたかったから俺あのタイミングで出ました。はい。まあ、7番のところでは俺もちろん出るタイミングはちゃんと用意してましたし。だから俺結構2、8、0、ま、はあ、結構あるかなと思ってるし。 あの盤面か8番が素直に1番いくって占いシーンにもついてないので1番の精査しかしないのかなりおかしいと僕は思ってますので、はい、7番のプレイヤーは発言してください,ださいまあこれから多分俺次死んじゃうんであのー、僕のこの後の進僕が生き残ってたらの進行はし、ま、一応言っときますけど僕だったら8番の発言は2日目聞いてないけど 2番釣って、多分6番まで釣って、で、多分4号の審議を俺だったらか,かけちゃいます。まあ理由は、今の6番さんのなんか、28ロー,ローにはまず見えてないのと、俺が一番強靭で、俺が8番の人狼のカーと思ってて、だったら俺、俺28ロー,ローで俺は出ないですね。出ない。多分1番の村を買って、って9番が、 あの噛まれた1番が白結果となった時って多分28だったらちょっと出ないっすねだから全然2郎の68に新居いて45が羅するっていうケースもありえるしまあどっちにしろ多分2番は人狼濃厚だと思いますよただ俺6あの2の相方が 6, 6と8じゃなくて多分4か5にいると思ってるんですよねあまり3のつながりがなくて 3の単体の発言でもそうだし、だった時ってやっぱ4かどっちかにいるのかなって思いますね。5番もなんか、なんか2番に手かけなくていいんじゃねっていうんだったら6、8分かんないって言うんだったらとりあえず2じゃない <laughs> だって分かんないでしょあなた。だ3、4審議つけてないんでしょ全然。だったら2じゃないなんで発言精査しないのかなっていう疑問はあんまりして、なんか4番もなんかなんかちょっと今回の発言であんまりなんか、新っぽい要素もないから、白っぽい要素ね。 多分4日後にいるはず。だから俺は68で審議つけるの6が2世。2番2世、6が2世。多分45にあいあの相方が潜んでる感じかなと思います。はい。そんな感じ。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、私の最終結論も結構ほぼほぼ確定二256が一番確定四、はい、4番はちょっと要精査したいなって感じ。 ですかねまあ、今日う2番を釣る日だからこそ、4番視点で8番と6番、昨日は4番は8番投票していたけど、今日ちょっと若干トーン下がって、どっちか分からないっていう風になったんだよね、昨日4番投票してるから4番来てもよかったんだけど、もしかしたらまあ今日う2番を釣る日だし、出力上げるのは明日でいいっていことで、抑えた可能性はあるかなっていう、そういうムーブ的なものは,は,は取れるけど、発言的からは取れてない。 5番が言ってた1番で狂人が落ちていってみたいなパターンなんだけど、えっと、まあ、2番の人外が今ほぼほぼ紫で固い段階で、えっと、28ローで狂人が落ちてるみたいな状況で8番が出ますか ?6 番が出ますか投票を始めてください。 あ,ありえんオラじゃないべああ、おめでうね。ああ、僕番に行くレいドは外してんだろうか。2>, 2番、のプレイヤーが選ばれました。2番、のプレイヤーは発言してください。さいはい。 まあ、満足致ってことでね。はい。366ですね。366。だから明日3番を引いてから、最終日みんなでゆっくり、えっ、ー、と、騎士を精査してください。はい。明日は確実に3番さんを釣りましょう。で、まあ、5番さんは、えっ、ー、と、僕をしんと思ってくれてるのはありがたいので、えっ、ー、と、そしたら4番さんは白なので、はい。もう4番さんは弾いてください。くらいですかね。 まあ3番さんはもうだから終始言ってることがおかしくて僕はちゃんと気づいてましたし8番が出てきた瞬間にはい3番さんが狼だってでまあ6番さんはもう昨日の話を遡ってくれればわかるかなっていうふうに思いますかねぐらいですはいもう7番さんの話はみんな聞かない方がいいですねはい以上です夜が来ました目を閉じてください 朝がきました。昨夜死んだのは。七番。八番。のプレイヤーは。発言してください。さいはい、よろしくお願いします。まあ、今日は、えっ、ー、と、八番と六番の卓にしてください。まあ、偽の棋士を。 釣ってくださいって形の勝負になると思うんで、6番投票をお願いします。昨日ほぼほぼ言ったけど、えっと、基本的に、えっと、まあ6番であれ、まあ、ある意味8番であれなんだけど、えっと、3人以ほぼほぼ生存してないと、あそこで奇跡をしないと思っていて、なだからまあ2番強靭56ーあたりが俺は一番見えやすいかな、構図としてはね。うん でえっと、6番に否定された28の否定要素で5番を殴らないっていうのはもう伝わってないなら伝わってなくていいです。ただ論としては通ってると思います。あの段階でね。28ローなのに、えっと、5番が絶対白で今後も黒塗りできない位置に、えっと、塗りに行ってるってこと、ね、以上3番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。うん現状士であれば うん、僕は8・心6・二セかなと思っているんだけれども、えー、まあ、占いに関しては正直心境だと思ってます。で、えっ、ー、と、9進・えー、と2・強。で、そうなった時に、えっ、ー、と、まあ、1は遺言で8を統一占いって言ったけれども、9自身が、えー、と5へ、 えと多分占いいを飛ばすっっててう可能性もあるはあるると思ってますで、その状況下において、えー、と5が仮に9を噛んだとき、9を噛んだときに、えー、まあ、僕はこれね、えーと、村で誰かが言ってたんだけれども、えー、と2と9であれば2の方が真が要素が高かったって言ってたんだけども、僕はどちらかというと逆で、9の方が信要素が高くて、2の方が2戦目で見られたと思っています。 で僕自身も9シ、えーンに偽で追っていて、えーと、1日目の2週目で、えー、と2と9であれば9に部があるねっていう発言を残しているから、仮に、えー、と9にグッジョブが起きたときね、9にグッジョブが起きたときに、9から5へ黒が飛んだときに9、あの5っていうのはもう逃げれないから、まあ、それはさすがにリスキーかなって思って、る。まあ、もちろん、噛み抜ければ今回みたいになるけど,けどっていうぐらいかな。 だからそうなったとまに、えーっとまあ、4、5の対比であれば、僕は位置的には4の方が、えー、っと、狼要素は強いかなって思うけれども、4自身で、えー、っと、狼と、なんだろうな、その、非狼要素としては、正直戦う準備をしてないのは4だと思ってる。4っていうのは、まあ、5は僕について言及してきたけれども、4っていうのは、えー、っとなんだろうな、平均位置っていうか、えー、戦う準備をしてない狼だと思ってるから、まあ、ここが狼だった時は怖いなって思ってます。まあ、6の話でも聞いて、最終は決めますが、っていうところですね。四番。 のプレイヤーは発言してください。はい、うん。終わりましたね。2分7でしょうね。まあ、6と8ですか。結論は出ませんね。だあの、本当に一応、強引の落としたのが合ってれば、6と8か。わかんないっす。逃がし。これ、実は6と8にロー、6と8に、うーん。 6と8をつって6をつって4個をつに7番全部外してるっていうことで3番とかあんのかなっていう7番があの精査ミスをしているという前提ならばそうなるけどね血が白だったしただまあここから精査が合ってればいいですけどいやー本当にまだまだ考える時間あります ?5 番で終わんないですよねちょっと6と8行くしかないですよね5番 のプレイヤーは発言してください8視点で2級の真偽がどこでついたのかっていうのがいまいち分かんなかった256っていう精査残してたんだけどあの僕が村だから言うんだけどえー、っと1日目の9番襲撃ってどの視点から言っても真偽ついてない中での紙だったはず。 だから、2級の精査っていうところで、8番がなんで256になったのかなっていうのはめっちゃ気になった。急にしても全然あった盤面だったわけだし。3番はまあね、わかるんだけど、6と8の精査をするんだったら、俺は今日8番釣りたいかなって思ってる。間違ってるかな。まあ6番の話も聞くんだけど、現状は8番。3、4に関しては本当わかんない。でも2番を真に、 見たいと思ってるから、三番かなって感じはする。六番。のプレイヤーは発、まあ。発言してください。まあ、俺、そもそも、結構二の要素上げてたと思うし、一番にはても全く触れてないんですよね。で、九一四で。ええー、九四一四、九一がないって言って。なんか2狂、二番強陣で、五、六狼の時って、俺、なんか、二番叩く必要あるん。 で5番もあラ,ンあのランのとこ入れてね、5、8って言って。いや意味ないやろ。5、6、6で。それを神藤君が3番も意味わからんなと思ったし、なんで7番が6番の偽を決め打てるのか意味がわからん。だって自分はあんた村の1番釣ってんねんで。はい。俺はちょっと2番の要素も言ってる。繋がる位置がないから8番が俺は狼じゃないかって。2、5か2、8やって落としてるし。 だってあの場面か俺が出てさ、8番が出んときって、あの、普通に2番行って8番折り行ってるからな。で、5番行くから、流れ的には。ちゃんと8行ってください。投票を始めてください。<laughs> ありえん、オラじゃないべいや、いいんじゃない ?7 番がもう、こんなことやってっから、6が死んだったら7番が悪いから、もう、一1行ったことが失態だから。 6番のプレイヤーが選ばれました PP がない2番か6番に6番のプレイヤーは発言してください,ーださい28オオカミ3強とかじゃない3番強靭じゃないあ負けやな負けじゃなかったいいんやったら まあ一番で強靭じゃないろなと思うし、一番が。二番にせと思ってたら、まあこれ終わってわかることやけど、絶対二八ーやと思ってんで、うん。だって俺出る必要なくない五六ーで。なんで出んの二番行って。で、例えばね、あの、まあこれええか。多分四番であんまこれ、まあいかかいか。狩り噛んだら勝ちやん、そんな。潜伏してる五六ーでやって。俺が出るより。 なんかその論でなんか俺負けたのがめちゃめちゃムカつくし2番が偽って俺はちゃんと上げてるしうん、俺はね絶対8番が狼だと思うわ夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした5番のプレイヤーは発言してください,ださいこれどこ守ったか聞けないかな終わってないってことは1枚抜いてる3 噛んでないいっていうことも考えれるか、えー、る違うね。2番か6番でどっちか落ちてるってこと ?2 番か6番だったら俺6番、えも、ー、申しにすぎかな、2番のこと。3守り。えー、わかんねえ。3と4わからんな。まあ8はもう、ごめん、悪いけど、死んで決め打つわ。ちょっといろいろ言ったんだけど。 3か4か、俺からかー、発言、うん。とりあえず、俺は、えーっとまあ、弁明しかできないんだけど、9番に対して、えーっと、最初から結構違和感があったから、ずっと9番殴ってて、2を死んで、やめてたんだけど、うーん、そうだな、8番に対しても、その2級の精査っていうところで、どこに審議がついたのかなっていうのが気になったっていうところ。 だから8番を2000人見た256に見せたかったんかなっていうのは思ったで3と4に関しても、まあ、4番のえっ、ー、と占い師2番を釣る盤面の時に4番っていうのはえー、なんか負けそうだなっていうところで終わってただからその危機感がないなって感じたんだよねだからオオカミだったらあんまそれう,う立ち回りしないのかなっていうのは思った8番のプレイヤーは発言してください はい。よろしくお願いします。まあ、面上、えっと、私の狼を奪いって、28、0、1、強人とか、まあ、そういうようなケースになる。昨日、6番を釣ってもらってることから、まあ、8番を釣るって選択肢はないっていうふうにしてもらえると助かる。で、その上で5番さんって、どうなんだろうね。今、もう5番の中で8番を釣る選択肢がないならば、6番が偽確定してんだよね。 昨日唯一8番に行ったのが5番で、3番と4番は6番に投票してるんだよ。だから、相当のことがない限り、5番投票以外は難しいよ。だって、昨日3番と4番が勇気出して8番投票してたら、8番連れて PP だったからね。だから3番と4番は、まあ一応考察を伸ばしてもらうけど、まあ最後まで頑張ってくれよ。まあでも、そんな感じ。3番のプレイヤーは、 発言してください。はい、発言します。まあ、今の8の指摘はクリティカルかなと僕は思っていて、えっ、ー、と。まあ昨日の判断であれば正直えっ、ー、と1で強人が100%落ちているという確証がない限りは、えー、決め打ち盤面だと思っていて、えっ、ー、と6と8であれば僕はえっ、ー、とね。仮に、えー、これは何だけど、9と2でえっ、ー、と9が噛まれました。 でその後二2が4に白を打ちその後に6が騎士 CO7 守りで8が騎士 CO7 守りだから28オオカミって言ってる人がいるんだけれども仮に28狼だった場合は、えー、と6釣った後に8に縄をかけられたら終わりなんだよだからこれって8が、えー、と騎士で c 用する、えー、と必要がないと思っているでその状況下で9を噛む必要がないから28オオカミであれば9神ってのが僕は起きないと思ってるんですよ で、えっと、そうだな、えっと、まあ、これは、まあ、5自身が言っていたことなんだけれども、僕から見てた時にに、4と5であれば、4っていうのは、えっと、戦わない狼であり、えっと、5っていうのは、ある程度戦ってきてる狼だと思ってます。で、えっと、5自身が、えっと、自分で言っていた通りに、えっと、9にせ、2、しんでみた場合は、2の白先って、えっと、5と4だから、4は大トレ白になるはずで、 僕と戦わなければいけないんだけれども、5が狼であった時、えー、ときは、僕の白を知っているから、えー、と3、4、どちらかで迷うっていうふりをしなければいけないと思ってます。僕は、9、えー、神であり、2、ニセと見た時、えー、ときに、2、8、狼っていうのが、えーと、3、4、まあ2、4目か、2、4、4目での8の狼がないと思ったから、昨日6人投票しました。 えーまあ、4の話は正直、まあ、これはんだろうな逃げ切り狼かなって思ってるけれどもここから狼要素が取れない以上、まあ、5かなってなるけれども、まあ、4の話は聞きます4番のプレイヤーは発言してくださいまあ2番の発言しんなかったけどねまあ分かんないですけど7番の1人6位って負けたら7番の責任にすればいいかなっていう1行ったのが悪いんじゃないっていう。 6と8はわかんないけど。あの場面でだって出る意味なくないか。2番って人外の可能性があった人に言われて、騎士が出てって言って、人外だと思ってる人に言われたのに騎士で出るっていう。6番が悪いよ。出る意味ない。い9番が言ってくれたら出ていいんじゃない自分の進路思ってるでしょ ?2 番を偽と思ってて、騎士でホイホイ出んのもなっていう。まあ5番でいいんじゃないうん。しょうがない。まあ5番か8番な気がするけど、もういいんじゃないもう。 まあ、しょうがないじゃない、さんの言う通り、逃がしんなら俺、おっちゃいけないと思うから、もういいんじゃない、しょうがないじゃない。投票を始めてください。ありえん、こらじゃないべ。なんか、8な気がするけど、まあ、いいやじゃなスタム村が悪いんだから。なんとか釣れなかったのが大失態なんだから。うーん、もうちょっとちゃんと考えてればよかったけど、疲れたからもういいや。5番。 のプレイヤーが選ばれましたああもうほんと疲れるよなこういうのよもう疲れるな5番のプレイヤーは発言してくださいいや申し訳ないなめっちゃくちゃ沼ったなうーん誰なんだろう88番人狼だと思うけどな だったら2番にせなんかあーごめんねーみんな夜が来ました目を閉じてください2死んだったら8番死んだから63の頃だろうよ生まれすぎてる人が5番ってもうしょうがない考えなかった俺も悪いよもう はあ、だから1釣りが一番ダメだったんだよな。一番釣りしちゃダメで、グレー釣りで6か8を押せばよかったんだって。8番がなんか、8番28ローローかもね。あ、32ローローか36。ああ3番とかがあったってことか。 8番かなまあしょうがないんじゃないこれ。7番レイノの言うことを聞かなきゃよかったなよく考えたら。やっと打ってるなんか。朝が来ました。36か32ってことや。昨夜死んだのは。うん3番だね。 立番,5番もしっかりしてよ。に死んでおいて、俺を追うとかさ。ゲーム終了。人狼の勝ちです。いいや。